木村淑子の経済都市伝説売られゆく日本の後編でございます。視点を変えれば新たな世界が広がります。いろいろな事象を視点を変えて、あ、こういうことなのかということを掴んでまいりたいと思ってお話を進めさせていただきますね。さて、消費増税2019年の10月から始まりました。まあ、ポイント還元制度とかですね、さまざま分かりにくいことが山ほど言われてですね、私たちはすっかりとポイントというですね餌に釣られて多くのものを見逃しているような気がいたしますね。私たちの日本、消費増税に紛れてですね改正や施行された法律がたくさんあり、これがまあ外資に日本の美味しいところを売ってるようなイメージで私は捉えているんですけども、皆様はいかがお感じになりますか。まず改正水道法で、世界の水メジャーにですね日本の水道事業を開放する動き、これが10月に、施行されました。それからですね改正漁業法でですね漁業権を企業に開放いたします。今でさえですね、小さな規模で漁業をなさっている方たちにとりましては、大きな資本がこの漁業権を買い取っていろいろするということは果たしていいことなんでしょうかね。まあ魚を取っている方の独特の勘でですねこれ以上取っちゃいけないとか、ここは大事に魚を育てようとか、そうした漁民の良心で守られてきた漁業、これを企業の儲かる論理にさらしていいものかなと思いますけれどもね。また改正国有林野管理経営法、最長50年間ですね全国の国有林を大規模に伐採販売する権利を民間事業者たちに与えてしまいますと、山が丸裸になって災害でですねまた山崩れとか崖崩れとかが起こるのではないでしょうか。まあ、こうした法律を民営化するということになりますと、職人の方もしっかりとやってもらいたいと、そういうね飴と鞭をしっかりと法律の中に盛り込んでもらいたいですよね。木を切ってよしとなりますと、その後の管理どうするんでしょうね。職人もセットでやっていただけるといいな、いいなと思うんですけども、いかがでしょうね。また日米貿易協定、段階的に牛肉等の関税引き下げで日本には大量にですね外国産の牛肉豚肉が流通するようになりますね。まあ、庶民にとっては生活が楽になる、安い牛肉を買うことができるようになるというメリットがある代わり、アメリカなどのですね養鶏場は人には見せられない、そんな世界らしいですよね。すなわち鶏が飛んでいかないようにこの羽を切ってしまう、足も極端に細くして動けなくする、そして鶏のゲージ、もう小さいところに鶏を牛詰めにしてですね、一旦首を餌を食べるために出したらもう二度とその引っこ抜くことができないぐらいですね、毎日毎日朝から晩まで食べさせてブロイラーにする日数を短縮する、合理化した経営がなされてて、その養鶏場の姿を見た日本の養鶏業者はショックを受けたという、そういうね報告もなされている。そんな合理的な、まあなんて言いますかね、肉をですね工業製品のように扱っているものが日本の食卓に安い値段で流通することを考えますと、人間の食生活の幸せっていうのは一体どういう内容になっていくのかなと思いますね。やはりストレスなく育てられた鶏ですとか豚、それから牛が健康な食材となってくれることを望むんですけれども、果たして日米貿易協定で入ってくる牛肉は幸せな牛だったんでしょうか。まあ、そういったことをねちょっとねセンチメンタルに考えてしまうんですけども、今後ですね、まあ、世界の水メジャーが日本の改正水道法に勝機を感じて入ってくるでしょうし、そうしますと海外で水道事業を民営化した例にありますように、儲からない地域は放置されてですね、それが元で民営化される前の健康的な水が飲めなくなった、そういった例もありますので、日本本当に大丈夫なのかと思いますね。そして日本では
盛んにですね民営化が進められた挙句むちゃくちゃになった業界もありますよね。例えば NTT 放出が昭和の時代にはありましたけれども、 NTT 美味しくないところには外資は入ってこないんですね。 NTT の大株主を見ますと年金ですとか自己株式、まあ金庫株ですね、そうしたものが、そうした大株主の名前がたくさん見て取れるんですけども、美味しい NTT にはですね外資がたくさん、参入してきております。すなわち NTT ドコモには JP モルガンですとかステートストリート、ウエストリサーチなどが名前を連ねております。それからですね JP モルガンチェイスマンハッタンなどもですね NTT ドコモの大株主には入っております。 NTT の大株主にはこうしたメンバーは大株主の中には見受けられないんですけども、ドコモには入っておりまして、さらには NTT データにはですね、このステートストリートウエストリサーチリサーチですねが入ってたり、バンクオブニューヨークアメリカ、それから JP モルガンチェスなどが入っております。そしてさらにですね NTT データが筆頭株主で、NTT データイントラマートというビッグデータを扱う会社の大株主にはですねパリバですとかですねゴールドマンサックスなどなどが名前を連ねております。すなわち民営化させて美味しいところだけ取っていこうという傾向がかつての民営化には見られたわけですね。そして今この NTT と同じ道筋を歩んでおりますのが日本郵政、漢方生命保険、そして、ゆうちょ銀行ですね。まず漢方生命の大株主見ていきますと、バンクオブニューヨーク、それから、まあ、半分もう外資ですよね、三菱 UFJ モルガンスタンレー、そして JP モルガン、モルガン、それからノーザントラスト、MSCD カスタマーセキュリティーズなどが漢方生命保険の大株主に名前を連ねております。まあ、漢方生命っていうのはですね、利益剰余金並びにですね純資産をたっぷり持っておりますので、まあ、こうした美味しい会社には外資が民営化とともにバーッと大株主になって内部の事情に通じ、そして漢方生命保険で独自の保険を売らさないようにしてですね自社の保険を売らせるというね、そうしたことになっているわけです。あと大きなビジネスとしましてはこれもあると思いますね。日本のですね原子炉、これ1970年代にバーッと日本国中に普及したんですけれども、この原子炉の寿命問題、これ本当は設計寿命40年とするという表現がなされているんですけれども、まあ、実際アメリカではですね80年運転に向けた準備を始めておりまして、40年での20年延長の許可に続き、さらに20年延長の許可を与えるという取り組みがなされているんですけれども、日本ではその設計寿命を40年としております。まあ、ここをですねまた外資が狙ってくるのではないかなと思いますね。まあ、こうした美味しい案件、日本の政府のお金、すなわち私たちの税金が何らかの名目でもってですねたっぷり使えるところにですねまた民営化、外資に市場開放ということが行われ、日本が美味しいステーキのように売られていっている現状を、まあこれ売れると言ってもですね無力なね一国民としては無力ですけれども、こんな状態でいいのかなというふうに思います。さて皆様は売られゆく日本に対しましてどう思われますか。仕方がないという形で見送りますかね、それとも何とかしなければというお気持ちでこの問題に対処されますでしょうか。まあ、私たち何かできるとすれば政治を変えるための投票行為ですよね。あるいは YouTube で問題意識を共有して何らかの方策で日本をどうしていくかということを意識を皆さんと合わせてですね、これから先の私たちの次世代の子どもたちのためにいい形で日本を残していくという議論に発展生成させていければ嬉しいなと思います。私もこの問題を考え続けてまいりたいと思います。ぜひですね木村淑子の、経済都市伝説でですねこれからもこうした問題を取り上げて
視点を多様に持ってですね、これから先の日本を考えていくヒントにしていきたいなと思っております。また、ぜひ面白いテーマを見つけてお届けしたいと思っておりますので、ぜひ引き続き木村淑子の経済都市伝説をご覧くださいね。それではまたお目にかかる日を楽しみにしております。